多分東北来年だったら忘れられてるでしょう。壊滅的です。南三陸気仙沼もう壊滅してます。立ち直るのに5年6年ってかかると言われています。何も人のために東北のために僕らは行ってるわけではないんです。6月初めに東北あの頃と行った時に南三陸の隣の登米市っていうところに入ったんですけれども、今村君が来てくれるっていうことで、避難所から仮設住宅から車乗り合わせて、なんと1500人のおじいちゃんおばあちゃんが駆けつけてくれました。僕はその時におじいちゃんおばあちゃんにこう言いました。東北は自分の身内の命を削ってものすごい多くのものを削って日本全国の子どもたちに生きる目標と方向性を与えてくれた。東北に来ると子どもたちは変わる。だから僕は一人でも多くの子どもたちを東北に連れてきたい。それが僕の役目だと思ってます。励ましに来てるわけではありません。向こう10年間恩返しのために来ます。東北のみんなは日本危ない、多くの子どもたち、そんな中でも頑張ってる私らを見て生きる目標を見つけてくれ、そんな風に言ってくれてるんだ。東北のみんなへ大志。いやThank you.
本当にありがとうございました、自分の出身地でもある天理でこういうことさせてもらったことを非常にありがたく思ってます。また全員ではないですけれども、この中の何人か出口挨拶に、伺いますので、ぜひお声掛けしてやってもらえたらありがたいです。なお先に言いましたように、そのビラとか、グッズとかも今村組、ブースでありますので、さっき言ってましたマネージャーの綾音が、待ち構えていますので、ぜひお立ち寄りいただければと思います。今日は本当にありがとうございました。